はい、ヤッホー YouTube、どうもなぎです。さて、今日はですね、ここバッて書いたんですけど、今、みんな、女性の方、まあ男性もそうだと思うんだけども、まあみんな問わずね、美容室行って、まあカットしたりとか、カラーしたりとか、パーマしたりとか、あると思うんだけども、これ、縮毛矯正とか、酸性ストレート、まあコスメって言って、まあテクスチャーって、まあコスメ、なんか書いてあったりするじゃん、コスメトリートメントみたいなとか。とか、まあ、散熱トリートメントとかあるじゃない。まあ、いろいろと聞くことがあると思うんだけど、まあ、これ何なのかっていう話、細かく、ちょっとできればなと思って、まあ、僕もちょっとディーラーさんとかが聞いた話とかもあるので、まあ、そういうのも含めて、この4種類をちょっと話していこうかなと、今日は思います。で、要は、今よくある、髪質改善ね。髪質改善なんちゃら、あるじゃない。で、まあ髪質改善と謳って、付加価値を取るっていうのもあるんだけども、基本そのディーラーさんとか、そのメーカーさん的に髪質改善として謳って出してるもの、メーカーさん自体がとかね、のものってどれか分かります？どれが髪質改善として、基本的に美容師さんが言うのではなくて、メーカーさんが言う髪質改善はここだけなんですよ。要は散熱トリートメントっていうやつ。まあ、要は散熱トリートメントっていう名前で出してるとこもあれば、別に散熱トリートメントだけでもそういう名前出してないとこもあるよ。それはまあ人それぞれというか、店それぞれだからあれなんだけども、基本的にトリートメント時代っていうのは、その髪質改善として言われてる。要は髪質改善だからね。俺これ何度も言ってるけど 前もね、動画で多分言ったんだけど 髪質改善って言って、まっすぐするだけって、なんか何が髪質改善なのか分かんないんだ。だって癖伸ばしてるだけじゃんとしか俺は思わないって俺は疑問に思ってたんだけど、まあやっぱその通りなんだよ。要はしっとりさせたりとか、髪質をサラサラにさせたりとか、軽くさせたりとか、髪質を改善するからトリートメントしっかりやるわけです。ストレートとかっていうのは伸ばすだけじゃん。サラサラに。髪質改善でも何でもないんだ、正直。っていうのを一つ覚えてる。髪質改善とだってディーラーさんとかが言うのは、このトリートメントの種類。っていうことです。一応ね、言えるけど、まあ一応その変えるっていう意味で髪質改善というふうに言ってるから、どこでもかしこも髪質改善、髪質改善って言うけど、基本的にそういうことです。で、まあ酸性ストレート、よく聞くね、酸性ストレートで、縮毛矯正、まあコスメクリームとか酸性ストレートメント、まあ酸性ストレートはよく聞きます。酸性ストレート、要はね、pH の位置を弱酸性で、髪の毛のいいような方向に、アルカリ性ではなくて酸性で柔らかく仕上げますよっていうような感じで、これは基本的にはこういうブリーチ毛とかで、ね、傷んでる髪の毛、アルカリ性に飛んでてても傷んでる髪の毛の人でも、まあできますよっていう意味の酸性ストレート。で、縮毛矯正に関してもしっかり癖を伸ばしたり、まあストレートとかね、ストレートパーマとかもそうだけども、癖を伸ばしたりとか、しっかりこううねってる癖をね、しっかり伸ばしていきたいですよね。で、コスメはまあ基本的にボリュームを抑えたりとか、癖も伸びるよ。癖も伸びるけども、縮毛矯正と、まあ似たり寄ったりは似たり寄ったりなんだ。でもまあ黒髪とかあんまりこうダメージがないような人で、カラーしてたりとかの人はコスメでちょっとダメージを抑えながら伸ばしていくっていうタイプで使うことがあります、僕はね。で、まあサルストリートメントはトリートメントベースなので、まあね、軟毛とかエイジングだったりとか、まあ剛毛なんですよ、硬い人とかが柔らかくしたいとか、手触り良くしたいとかっていうので、やるのがサンデストリートメント。かな？そうだね。対象としては、だからそのブリーチの人とか、でもあるけども、まあダメージをより少なくしたい人っていうのが、酸性ストレートとかはやるかな。ただし、
賛成すると賛成するとって言うんだけども、これに関してはあのやれる紙質も結構狭いのよ。対象者がちょっと結構少なかったりする。うん、要は本当に癖で悩んでる、強いから癖で悩んでるんですよねっていう人は絶対に宿毛とか、あの持ちがいいから宿毛だったりとかストレートの方が絶対にいい。うん、まあコスメとかあの髪質にもよるけどね、カラーしてたりとかすると、まあ、柔らかくしやる、まあ、宿毛よりも若干柔らかいかなっていう、うん、薬にもよるけどコスメもね、まあ、けどコスメは基本的に種類かな、1種類か2種類ぐらいしかないからコスメは、うん、でスタイルチェンジしやすい、柔らかい宿毛クリシャと同じぐらいの力があって、あの髪質によって違うんだけども、柔らかく仕上がったりとかするのがあるので、まあコスメ使っててもストレートって言ってたりとか、コスメっても分かんないから基本的に、うん、メーカーのその名前だから、メーカーっていうかそのコスメクリームっていう名前だからさ、うん、まあでもよく聞かれるかな。でまあ3年するトリートメントは、まあ、ツヤとかまとまりとかね、張り越しを出したりとか、まあ、繰り返し何度でもこう細かくできる。うちでも使ってるあのグローバルミルボンプレミアムとかもこれに入ります。うん、何度もやれる、うん、家でもやれるしっていう感じでやってるのが多いです。ちょっとさ、まあ、ブリーチしてなくても、から普通のカラーしてた人とか、普通のカラーでね、やってて、ちょっとふわっとなんか広がるなとか、ちょっと癖があるんですよね、ぐらいの人は全然酸性取れてもできるよ。別にブリーチじゃなくてもできる。うん。だからもう、うねりがもうしっかりあったりとか、癖がちょっとある程度強かったりする人は、酸性ストレートだと、あの、持たない。うん、髪質的にも。っていうのがある。僕の中ではね。うん、なので幅がまず、まあ、本当に隙間商品みたいな感じなんだ、酸性ストレートって。僕の中のイメージだね。宿毛とかコスメとか酸性ストレートとか全然持ってたのに、なんかその隙間商品として出たみたいな感覚だから、うん、でもすごいいいって聞く俺は。あの使ったあの使ったことがあるというか、そのこれが好きな人はすごい好き、うん、言ってるね、あの美容師の中でも。うん、ある。なので別にダメでもなんともないし、好きであれば。僕もね、いろいろと今いろいろ見てるんだけども、どれがいいかとか、うん、迷ってます。十分これでも全部できるんだけどね。うん、あとは時間とあれだね、時間が長い。これよく聞いたことあると思うんだけども、酸性ストレートの場合は結構ね、その、まあ、薬つけた後に乾かした後のそのアイロンする前の状態だったりとか、アイロンの長さだったりとかが結構かかる。3時間ぐらいはかかるから、最低でもって言われてます。うん、まあ、早い人はもっと早いのかもしれないけど、3時間ぐらいかかるっていう、いろいろと。まあ、宿毛矯正はあの、まあ、時間自体はそんなに、もう僕はそんな長くかかんない。うん、で匂いはこっち、あの酸性ストレート強い、結構強い。うん、まあ、だからこのスビエラっていうちょっと薬の作用なんだけども、匂いが強かったりする。まあ宿毛ではそんなに匂い強くないから、うん、で、まあ、メリット、あのデメリットみたいな感じで言うと、まあその薬を間違えるっていうか、強い薬を使いすぎてしまうとバランスにもよるんだけども、たまに縮れちゃう人とかもたまにいるじゃない、うん、薬の範囲の置き時間が長かったりとかしたりとか、まあそれはどれにも言えるんだけどね、この3つなんかね、どれにもトリートメント以外には言えるんだけども、そんなにだから、まあ体質と酸性ストレートに比べるとデメリットっていうのはそんなないかなっていう、僕はイメージあります、ストレートとか。うん、でコスメは癖の伸びが少ないって書いてあるんだけども、これはあの宿毛矯正のレベルが、まあ、結構強いのまであるから、それとかはすごい強い癖とかはしっかりその薬を使って伸びるんだけども、コスメの強い薬を使っても宿毛矯正ほどの癖は伸びないんだ。うん、強さがやっぱある程度こっちは抑えられてるから、コスメが。うん、なので宿毛矯正に比べればちょっと伸びが悪いかな、伸びが悪いというか、そのうん、ヘアスタイルによっては伸びが悪くなるけど、全然別にあの持ちはいいし、あのコスメでダメだったら別に宿毛矯正の薬、それぞれの薬使って伸ばせばいいだけだから、そんなにあの難しいことじゃなくて大変じゃないですよ。うん、
で3列トリートメントね、に関しては退職とか、まあ、髪質によるけど硬くなったりとかしやすい人がいる。まあ、これは本当に酸性ストレート、宿毛矯正、コスメ、3列トリートメント、どれも言えるけども、そのちゃんとした薬を選ばないと良くないよっていうこと。うん、トリートメントとかね、やっぱちょっと若干やっぱ退職しやすいんだよね。うん、若干。だからそれを、カラーとかと一緒にやる人っていうのは、そのトリートメントをするのも踏まえてカラーを決めてたりとかもするから、美容師さんって。うん。でその辺はまあ安心してもらえばいい。これはこれはまあ美容師さんが考えることでもあるからね。うん。っていうのが一つあります。まあ値段的なもので言うと、まあ多分2万はないだろうね。3万ぐらいなんじゃない？多分サンセストレートって。うん。最低でも3万ぐらいは取らないと多分、薬のものと時間とって考えると最低だと思うね、僕は。宿毛矯正に関してはまあ1万5000円ぐらいから2万円ぐらいの間なのかなっていう気がします。まあ、1万円ぐらいのとこもあるか、ものによる、この薬のものに。うん、あとはコスメ、コスメはまあ1万円ぐらいのとこもあるんじゃないかなと。1万円からだね、これの場合は。1万円から、うん、サービストリートメント、トリートメント的にはこれはまあ物はいいから、やっぱり8000円ぐらいから1万5000円ぐらいは取るとこあるんじゃないかなっていう気がします、僕は。うん、単品とかだとね。うん、物はね全然違うんだよ。基本的に今までみんなが聞いたことあるのってやっぱりこれ宿毛矯正、まあストレートとかね、宿毛矯正ストレートとか、まあ、コスメとかは聞いたことあったんだよね、多分今まであったもの。うん、まあこれでも全然そのいろんな髪質に対応できたり、まあそのブリーチ毛とかっていうのは難しかったけどね。うん、基本的にどの髪型どの髪質によっても結構この中の種類でいろいろとできてた。でまあトリートメント、要はその髪質改善って言われる普通のトリートメントではなくて、そういうあの3列用 のトリートメントとして出てきたものはいくつかある。まあうちもね、そのグローバルミルボンプレミアもそうだけどもっていうのはやっぱ聞いてきて、まあ、これとこの辺がやっぱここ数年で新しく出てきてやってるかなっていう気がしますね。本当にだから隙間商品みたいな感じ。うん、だからこれを酸性ストレートを髪質改善酸性ストレートとか、まあそういう言い方をするわけ。髪質改善、うん、ストレート、宿毛矯正とか。うん、だからそのできる髪型が、まあブリーチとかで傷んでる人とかは絶対にこっち、それも 100% だと。で普段の普通の髪質だったりとか癖が強い人っていうのは絶対宿毛矯正とかストレート、うん、カラーしたりとか、うーん、ちょっとダメージがある髪で伸ばしたい人はコスメ系とか、まあそれは美容師さんもねいろいろと見ると思うんだけども、うん、あると思う。めちゃめちゃ最低ね、これぐらいで、まあトリートメントをしたいという人はサンデストリートだよね。うん、なのでもちろん全部あるとこもあると思うし、うちはこれを強く出してますっていうとこもあると思うし、こういうのでやりたい、この辺を強く打ち出してるサロンはね、うちの場合は別にこれを強く出してるっていうよりかは、まあちゃんとしっかりと施術髪質に合わせてやりますよっていう程度のことだから、別にその普通のサロンと変わんないって言ったらおかしいけども、ある程度いいものはちゃんと使いながらやっていってますけど、まあ今酸性ストレートをね、いろんなメーカーがすごい出してるから、うん、どうかなっていうのがあるんだけども、正直僕は賄えると思ってます。賄える、全然そのなんか隙間商品として出してきてるけど、別にそんなに、うん、なんか長くてブリーチの人で傷んでる人っていうのは別にうちはそんなにいないから、うん、全然変な話コスメでも、コスメの弱いのだったら別にできるから言っちゃえばね、うん、あんまり酸性ストレートにそこまで僕自身は魅力を感じてないです。うん、まあこれ今後は分かんない、今後は分かんないけど、今話してる現時点ではもう本当にこの辺のこの3つでかなり僕の作るスタイルは表現できるのが結構あったりとかするんですけど、酸性ストレートに関してはうん、どうだろうなって、マーケット絶対いいものはいいのは分かってるんだけども、今現在
来ていただいているお客様だったりとか、中では、どうだろうなっていう気がするので、まあ、今後ね、もし取ることがあったりとか、いろんなことがあったら、ちょっとそれはそれで、また発表したいと思いますけど、こう違うっていうのを、みんなに知ってもらえたら、それを踏まえてね、自分の髪は美容師さんに相談してもらえばいいかなと思います。これだけ覚えておく。3列取れてみると、これが髪質改善だからね、ここだけが。ここは髪質改善と呼ばれてます。メーカーさんとか、ディーラーさんとか、美容師が言ってるのはこっちです。だけ覚えておいてください。なので、少し参考にしてもらえればいいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。